はい、今回はですね、ホーリーストーンの、ドローン HS160、こちらを紹介します。200G 未満のドローンで、重量、正確な重量が 83.5g になってますね。こちらのドローンを紹介していきます。まずこちらのドローンの特徴はですね、こちら折りたたみ式のドローンというところが一つあります。このようにまあ手のひらサイズぐらいに収まる大きさになります。で、カメラはですね、720p で撮影することができて、手動になるんですけども、少しカメラの、角度を変えることが可能です。で、マイクロ SD の、差し込み口は特にないので、録画された映像はスマホの方に、録画される仕組みになっています。もともとデフォルトでバッテリーが、2つ付いてきます。このように。で、その他の付属品としては、バッテリーの充電器が、USB の充電器が2本と、このような、まあ、送信機が、はい、ついてきます。で、技的マークの方ももちろんこちらですね。はい、送信機のはここに入ってますし、ドローン本体は、ここに入っています。で、その他のスペックは、まあ、重量は言ったし、まあ、画質も言ってましたね。はい。で、飛行時間の方が、バッテリー1本で 5分ぐらい持つようになってるみたいです。はい、じゃあそれではですね、実際に飛ばしてみてどのような感じの映像が撮れるのかやってみたいと思います。特に操作の方は難しくないと思うんですけども、説明書通りに、やっていこうと思います。まずは、ですね、こちらですね、電源を入れます。電源を入れてあげて、あとは、まあ、ドローンの、まあ、電源を入れてあげます。で、その後、スマホのモニターを使って、まあ、FPV 移行をするのでしたら、この Wi-Fi で、ホーリーストーンのこちらの、まあ、Wi-Fi を接続してあげます。で、接続は完了したら、1回目だけパスワードを入れる必要がありますね。これを、接続するときに。で、パスワードの方は説明書に書いてあるので、そちらを、まあ、見て、やってみてください。そしたらですね、ホーリーストーンのアプリ、HD なんとかってやつを起動します。移動して、スタートをしてあげると、あとはもうこう、接続されている状態なので、これで OK です。はい。じゃあ、実際に、飛ばしてみたいと思います。はい。じゃあ、離陸していきます。もう、ちょっとトリムが、で、トリムの調整、これできると思うんで、あっちに行っちゃうな。あ、行き過ぎた行き過ぎた。やばいやばい。ここでトリムの調整ができるんで、右行っちゃうから、これ大丈夫かな。これでちょうどいい感じですね。ちょっと左行っちゃうか。よし、これで OK。
Thank you.